海と日本プロジェクト in 愛媛は8月27、28日の2日間、愛媛県の県魚であるマダイを通して将来の海の恵みについて考えようというイベント、その名も未来大スクール、マダイから愛媛の海を考えるを開催しました。1日目の舞台は宇和島市。まず愛媛県水産研究センターで愛媛県の海の特徴やマダイの生態、そして天然と養殖マダイの違いについて学びました。その後船に乗り込んでマダイ養殖の現場に向かいます。子どもたちは餌やりの体験をしました。想像していたよりかなんかまあまあワイルドに食べてお昼ご飯は南予の名物、タレに漬け込んだマダイのお刺身をご飯にのせた美味しそうな鯛めしです。鯛の弾力があって美味しいです。2日目の舞台は今治市大島の宮久保町、天然マダイ漁の見学に出発します。一隻の船で大きな網をぐるりと取り囲むゴチ網漁でマダイを取ります。ピンク色の魚体が見えました。天然マダイです。取れたての大きなマダイを間近で見て触って、子どもたちは興味津々です。鱗が硬いです。この日取れたマダイはこんなにたくさん。海の恵みに感謝して取れたマダイをいただきます。子どもたちは自分が食べるお刺身を作りました。できた料理はこちら、炊き込み鯛めしも美味しそう。美味しい魚が食べられるのも海の環境が良くてこそ。稚魚の生育場として重要なアマモという海藻が環境の変化などによって減っている今、アマモ場の大切さを学びます。粘土にアマモの種をつけてみんなで海に撒きました。最後は2日間で学んだことや海と海の恵みについて感じたことを書いて大きなマダイのパネルにしました。この美味しい魚をこの先もずっと同じように食べられるかどうかっていうと、それは決して当たり前じゃないということだと思うんですよ。未来のために今できることを考えながら海を守ってそこで育てていくっていうことがあって初めてですね、かなっていくことだと思います。海と日本。